体3メモリぐらいずつを何回か繰り返して、ももちゃんがもう食べ終わったっていう時点で次入れようっていうのをやってもらえれば、うん、そうすると顔が固定されるのでね、この今むきしたんですけどむき入れられるっていうの分かってるので、うん、でここ今あぐってしてくれましたよね、うん、そうするとともにシリンジをちょこっとこんな感じで入れさせてもらって、でこれ中にどん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 だった。どのあたりまで入れる感じなの？ここ結構、うん、もしこの辺で例え入れたら出てきちゃう、そうそう、だから、うん、その奥、うん、結構喉の、うん、超もう本当の手前、うん、触らんぐらいのっていう絶妙触らんぐらい、本当に、うんうんうん、うん、食べたよって、喉の頭このまま斜めに入れてもらったらこのまま直接喉のところに行くので、それめがけてこうやって押してもらって、うん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 、抜いてもらう。ごめんね。欲しいです。自分だけ言っちゃいましたね。でも最近よだれが出なくなりました。あ、なんか初めの頃結構そうめっちゃくちゃ出てたんで、あの時は嫌なの頑張ってもう嫌だって自分が立ち上がろうとするって今見えました、ここまで入れて、うん、あ、でもここのところにちょうどこれが当たるぐらいまでは入れても大丈夫な感じですね。そうそうそう、大丈夫です、大丈夫です、これぐらいまで。そうするとちょっと分かりやすいですね。なんか距離感がちょっと難しいんで。そうやっぱこの子たち、ワンちゃんでもそうだけど、ここ噛む子がいるので、うんうんうん、それが一番まあね、こうやってガジガジして、蹴ってるときに抜いてもらえば。うんうんうん、ごめんね、お母さんにおすすめするから。早く覚えろ、用意して。頼んだぞ。ではやってみましょう、はい、難しい。